古墳を作るというのは、でも昼は人が作って、夜は神が作った。やはり1600年を超える昔から、単なるお墓ではなくってですね、その当時の政治権力とか、そういったものを表すモニュメントであった。そういったところからですね、いろいろな想像が働くことができますので、大仙古墳が特別なのは、まずは大きさということになる。大阪だったら甲子園球場という野球場がありますが、それだったら12個分入るということでよく言われています。まあピラミッドよりも大きいという、その平面形は大きいということは言えると思うんですけどね。昔、仁徳天皇陵を昔の工法で作った場合は、機械などがありませんので、1日2000人の人々が手作業で工事をします。その場合ですと15年8ヶ月かかったと言われています。古墳っていう、白骨としてないっていうものもあるので、中に何が入ってるのかわからない。なので大きな古墳に関しては、一番偉い人、その当時の一番偉い人、王様でしょうね、王様だと考えられています。ただ名前がわからないっていうのはありますね。大仙古墳に関しては、その中国の本に書かれている5人の王様のうち、仁徳天皇という人。ただそれは、古墳が作られてから何百年も後の本に書かれてた情報なんですね。なので実際に誰が眠ってるのかというのは今でもとても議論されています。ただ単に土を持ったこういうお山ではなくって、実は3段に積み重ねてあります。そこには円筒埴輪という埴輪を列のように並べて巡らしています。一番上にも円筒埴輪の列が巡っていますので、三重の埴輪列に、こう囲まれているかということになります。で、前方後円墳の形、一番有力かもしれない解釈としましては、もともとですね、丸いお墓、少しくぼませた溝のような堀のようなものを作っていたのが、つまりそれだと外と中っていうのは分けられてしまいますけれども、例えば一部その溝堀を陸続きにしておけば出入りが自由になりますよね。丸いお墓に、そうですね、アクセスしやすくっていうのが当初の目的でしたけれども、やがてアクセスというのは置いといて、別の形で前方部というのが立派になっていったと、こういう解釈です。普通の人が入れない理由っていうのは、保存をすることっていうのと、日本独特かもしれないですけども、お墓っていうのは神聖な場所だっていうのもありますので、そこを荒らさないことっていうのが目的になっています。いけない理由としては、大事に守ってるからですね。で、私たちも発掘調査すること全てがいいとは思ってません。それは未来に対して、そのもっとより良い技術ができてきた時に、発掘調査しなくても、古墳を壊さなくても新しい情報が分かる可能性が高いからですね。今調査してしまうと、その情報がなくなってしまう。
ユネスコに登録されるっていうことで、まあ、まず一つはすごく小さなことかもしれませんけども、大阪で初めてだっていうのがありますね。となると子どもたち、まあ、今この堺に住んでいる子どもたちが自分たちの地域にはこんな素晴らしいものがあるんだっていう、まあ、自分たちに誇りを持てる。私は小さい時から歴史が好きで、ですね、古墳そのものの魅力というもの、それはですね、人を引きつけてやまないというのは今までお話した通りだと思います。これがですね、単なるお墓ではなくですね、日本の国家形成ですから、まあ残していきたいというふうに考えています。こんな大きなお墓を作っているので、争い、国内の争いっていうのはほとんどなかったのではないかというふうに言われています。まあ、そういうふうな社会っていうのは今後ね、築けていければというふうなところはあると思いますので。